トイレットペーパーを求めて女性用トイレに入ったとして、兵庫県警は、阪神地域の警察署で刑事部門に所属していた20代の男性巡査長を所属長訓戒処分とした。神戸新聞社の情報公開請求で分かった。県警によると、巡査長は3月7日午後6時過ぎ、捜査で派遣されていた神戸市内の警察施設2階の女性用トイレに侵入したとされる。巡査長は、便を催して男性用トイレに入ったが、トイレットペーパーが不足していたため、隣の女性用トイレに探しに行ったという。直後に入ってきた女性職員が気づいて発覚した。県警の聴取に、巡査長は、緊急事態だったので兄に考えた、と説明。女性職員に見られたとの認識もあり、パニックになって用を足さずに、帰宅したという。男性用トイレは1階と3階にもあるため、県警は巡査長が女性用トイレに入る正当な理由がないと判断し、建造物侵入容疑で書類送検した。巡査長のスマホを調べ、ポリグラフ検査をするなどした結果、性犯罪の疑いは確認されなかったという。ネットの声、以前、急な腹痛でスーパーの男性用トイレがすべて使用中だったため、せっか詰まって仕方なく女性用トイレに飛び込んでしまった。運よく誰にも見られなかったが、一つ間違えば痴漢、変質者扱いされる、ところだった。反対に女性用トイレが一体なんで男性用トイレから出てきた。女性に遭遇したこともある。生理現象なんで誰にでもあることだと思うがあなただったらどうしますか。我が、しすぎて無様な醜態を晒す。今回のトイレットペーパー切れとは次元の違う話だが、もう少し寛容に考えられないのかな。上下階にトイレがあっても個室が空いているとは限らないし、生理現象が我慢できるかどうかはその時々で変わる。男性巡査長のように悲劇を繰り返さないためにも、トイレットペーパーを補充頻度を増やす、個室内トイレ内に予備を増やす、手が回らないなら残り少なくなったペーパーをひとまとめにカゴに集めてそれを個室内に置いておく等の対応をしてあげてほしい気持ちです。自分も深夜に車を運転中、急に便利が襲ってきて最初は家まで我慢しようかと思って我慢してたけど、結局どうしようもなくなって途中コンビニに駆け込み、いざトイレに入ろうとしたら男子トイレが使用中、でも一刻の猶予もなかったので、店員さんに断ってから女子トイレに入り、なんとか事なきを得たことがあったな。長距離バスに乗車中、運転手さんが急遽止まって車内のトイレに駆け込んだところを見たことがあるけど、それ以来電車やバスの運転手さんってほんと大変だよな、と常日頃思う次第。でもこの記事の場合、他の階にも男子トイレがあったとのことだし、真相はどうなんだろう。それだけ焦っていたのかな。これ男女逆だったら何の処分もなかったでしょうね。以前高速道路の SA で女性用トイレが行列になっていて、中年以上の女性が男性用トイレにも殺到し、男性用トイレまで女性で行列になっていたことがあります。これも何のお咎めもなかったはずです。これも男女逆だったら大変な問題になっていたでしょうね。下手したらそのような状況で男性が男性用トイレに行っても問題になったかもしれないです。不平等な世の中だと思いますね。トイレで男性と鉢合わせしたらびっくりするけど、こういう事情だったら別にどうとも思わないかな。かえって気の毒だなって思うくらい、本当に男性の方に髪がなくて、女性用の方に誰もいなかったのなら、見逃してあげてもよかったんじゃないなって思うのに、冷静に別の階に行くのも難しそうだし、こういうことにも神経質になってしまうくらい、最近警官の人が、女性用トイレで写真を撮ってたり、のぞ、いていたりって不祥事が多かったっていうのもあるかもしれないけれど、結局トイレには行かなかったっていうのも怪しい感じはする。私は過敏性腸症候群です。この方が同じ症状かはわかりませんが、1階と3階に、と言ってますが、そんな悠長な言は言ってる意図はありません。肛門はノックされて一刻を争います。他の階に行く余裕などありません。私は以前、腹痛がやばくて男子トイレに入りましたが、髪がなくて、たまたま近くにいた方に行ってトイレットペーパーもらいましたが、いなかったら女子トイレに入るしかないと思いましたね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。